2015年には多世代交流モールとして油津よっ店、油津食堂、油津ガーデンと立て続けにオープンしましたよね。はいはい、そうなんですよ。さあ続いては、はいはいはい、油津ガーデンから夢見が丘の今村有志さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ちょっと緊張しない、緊張しますね。なんか私の方が今イケメン君が隣に座ったので。そうですよ、一番商店街のね、今筆頭イケメンですね。筆頭イケメン、筆頭イケメン君なんですね。さて今村さん、はい、今年で2年目となりましたね、はい。まあ、これまでを振り返ってみて、はい、いかがですか？そうですね、やっぱりオープンした当時よりかは、まあ次の1年目は少なくなるかなとは予想したんですけど、まあ、ぼちぼち子供たちが年々増えていってる感じもするんで、ああまだ全然盛り上がる感じはしますよね、これからも。子供たちの声が響いてるところって、はい、必ず大人もやってくるんですよね。そうですね、はい。まあ、特にまた今村さん目当てにやってくる子供たちも多いんじゃないですか。まあ子供たちは仲良くさせてもらってるんですけど。さて夢見が丘さんは看板商品のシュークリームやエクレアなどバラエティ豊富に揃えていますよね、はい。まあ、油津に進出して良かったなということ。良かったなと、自分はもともと霧島の本店の方で働いてたので、はい、まあ、そのお客さん一日一日でもうあんまり合わない感じなんですよね、観光業なんで。まあ、こっちに来て、まあこの日南の人たちとどうやって仲良くなって、まあリピーターを増やすかとか、そういう環境に来れたのが一番やっぱり自分としては成長できたかなと思います。ではもうあのお店の常連さんになると、はい、あ今度はこれを買うかなとか。いや大体わかるですね、はい。今日はなんか注文される前に今日はこれでしょって声をかけたりとかされてるんじゃないですか。ですね、やっぱりロールケーキの一人お客さんがチョコばっかり買ってくれるんで、もう大体顔見たらすぐなるほど、はいですね、なるほど、チョコですねつって。そういうのがいいんですよね。いいですね。彼ほらすごくこう、ね、こうフランクだし、コミュニケーション能力に長けてて、まあ、ほらまず声が大きいからいらっしゃいませっていう、このやっぱ、ね、元気が、ね、あるからすごくいいですよ。元気が良くて生きがいい、はい、もう本当に元気がいいから、本当になんか港町油津にもうふさわしい人材ですかね。ピチピチ活動なんで、ね、あピチピチこうなっちゃう、こうなってるんですね。さてお店にね、継続してお客さんに来ていただくということが大切ですが、まあ、現状で苦労していること、それとかね、こう課題があればこの機会にお願いいたします。課題は、まあ、やっぱり平日が結構、まあ、お客様が見えないので、あと雨の日、まあ、今日それこそなんですけど、まあ、アーケードの方がもう雨降りっぱなしになってるんで、はい、もう全然入ってくるんで、まあ、そこを直していただければまた、まあ、雨の日でもこっちに来れば、ゆっくりできるよっていう話ができればいいんですけどね。今のこのもうズバリね、あのどぴしゃりとしたこう答えが返ってきたような気がするんですけれども、紀藤さんの顔つきもちょっと変わってきましたが、今までのこの話を伺ってみていかがですか？いや本当はやっぱりこうなんていうんですかね、ご商売されているわけですから、なんていうんですかね、こう波があったりとか、ね、調子いい時はいいけれどやっぱり厳しい時は厳しいっていうのはよく分かっていて、まあ、僕らとしてはやっぱりそれをこうどうサポートするかっていうのがすごく大事なので、まあ、今のアーケードの話とかね、はい、まあ、例えば平日どうするんだって本当に大きな課題で、まあ、なかなかこう人通り平日をバンバン蘇らせるのは多分難しいんですけど、でもじゃあ彼と、ね、一緒にこう商品を見直しながら、何かこう、ね、別の形、何かこう贈答品みたいなもので買ってもらえないかなとか、少しこうしっかりともう一回マーケティングをし直して、少しラインナップとかも、ね、一緒に考えていけたらいいなと思いますし、彼も非常に、ね、でもいろんなことをよく考えていて、例えばね、
岩佐豆腐さんと一緒にやってる新しい商品、はい、豆腐のクリームを使ったシュークリームなんていうのも彼一生懸命考えて頑張ってるので、ね、やっぱり これから本当に期待できると思いますよ、はい、ではですねここで特別にお店の宣伝をたっぷりとお願いします、うん、お店の宣伝いいですよ使ってください画面向かってそうですね、はい、画面はあちら、とりあえず名物の大きいシュークリームがあるんで、うんまあ、それを、まあ、見てすぐ分かると思うのでそちらをまあ一番食べてもらいたいですねあと自分の一押しはバームクーヘンになるんでまだぜひ、まあ、シュークリームは食べたけどバームクーヘンは食べてないっていう方はぜひお買い上げくださいよろしくお願いしますこの短い尺でよかったですか大丈夫もうシュークリームにバームクーヘンバームクーヘンおしゃれですね私はエクレアも好きですがあのやっぱりロールケーキああロールケーキあれは、まあ、一番、うん、やっぱり売れ筋ですもんねロールケーキは、うん、あのお土産でいただいてもすごくね、うん、喜ばれる商品だと思いますので、うん、ぜひ今から暖かくなってくるとねソフトクリームとか、ね、本当の真夏はあのフローズンとかやるもんねかき氷かね。はい。うん、あえてまあ気軽に子供とかね、うん、あの若い子でも買えるようなものがまた出てくるんで、ぜひ立ち寄っていただければと思いますね。ぜひ足を運んでみてください。はい、さてではここで質問が届いていますので、はい、答えていただきましょう。はいはい、さあこちら誘致した飲食店の中で、うんうんうん、おすすめのお店と料理を教えてくださいと来ています。なるほど。はい。私が答えるんですか。これそうですね。誘致したと書いてありますのでね。はいはいはい。いただいて。本当あの、うん、もちろんこのね夢見ヶ丘の今言ったシュークリームとか、はい、本当にスイーツはね結構本当にいろんな種類があって、うん、あのまあ日によっていろいろと変わったりもするので、ぜひこう来てほしいなっていう本当におすすめの一つですし、まあこうどれかって言われるとなかなか難しいんですけど、ね、あのやっぱりこう魅力はですね、あのまあシュークリーム売ってるお店があって。奥にはパン屋さんもあって、うん、でプリンを専門で売ってるお店もあって、はい、で、ね、洋服子供服なんかがあったりとか、うん、こう美容の、ね、お手入れしてくれるお店があったりっていういろんなこう多様なお店がまずこう集まってるっていうのが、商店街の魅力だとは思うので、まあ、そうやって、まあ、買い歩くとかね、うん、あのそれぞれのお店にちょこっとずつ顔を出してみて、ね、いいものを探すとかで特にこっちの油津食堂っていう方は、中が全部つながっていてお魚食べに来たんだけれども子供さんはじゃあピザを頼むとかじゃあちょっと焼き鳥頼んでみようかとかっていうようなオーダーの仕方ができるので、うん、そういうまあ商店街たくさんお店がこう集まってるならではの利用の仕方っていうのができるのが魅力だなと思いますんで、まあ、その中からそれぞれのおすすめを探してもらえればいいかなっていうちょっとお利口な答えでよろしいですか。まあ、お肉が好きな人はね、お肉のお店に、はい、そしてお魚が好きな人で、うん、ワインが飲みたい人、そうです。いろんなお店が揃ってますし、うん、デザートも食べれるからということで、まず足を運んでいただきたい。そうですね。さあそして、はい、もう一つね質問が届いています。こちらは油津食堂、はいはいはい、油津ガーデンの定休日がバラバラなんですが、うん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 、これはなんとかならないですか、うん、という。そうですね。そうですね。まあ、これはまあいろいろ議論はね今までもしてきましたよね。あのまあそれぞれのお店がやっぱりまあ少人数で、まあなんか基本的には家族経営というか、はい、あのまあ店主さんとプラスアルファぐらいで頑張ってますので、やっぱりまずはこう定休日はどっか取らないといけないっていうのはありますね。もうずっとやり続けるとやっぱり体調壊したりとかもするので、だからまあ定休日はしっかり取りましょうって話はしてます。で、それの、まあ、それをじゃあ合わせるのかバラバラにするのかっていうのも、まあ、それは今までいろんな議論してきたんですけど、まあ、今のところはそれぞれがちゃんと定休日を作って、あの休むっていうことを推奨しているので、まあまあ、結構こういう意見はあるんですよね。あの来てみたけどあの2つお店が閉まってたとか、はい、ですから、まあ、まあ我々としてはやっぱりそれをこうちゃんと情報発信できてるか、例えばどの店が何曜日休みですよとか、っていうのがまだちょっと弱いというところもあって、そのお客様にはそういうご迷惑をおかけするところもあるんですけど、あのまあしばらくはですね、それぞれの定休日で休んでいただくっていう形をもう少し続けてみようかなと思ってますね。まあ、視聴者の皆様からいただいた、はい、まあ、声ということもありますので、これからの課題の一つとして、ねはい、あの参考にはさせていただきたいと思います。そうですね、前に進んでいただきたいと思います。ありがとうございました。